クリス・クロス・コントンの魔王は、高畑京一郎著のライトノベル。第1回電撃ゲーム小説大賞金賞受賞作。1994年、メディアワークスより刊行された。応募時タイトルは、夢かうつつか幻か。日本初のバーチャル RPG ノベルであり、電撃ゲーム小説大賞において唯一そのまま、ゲームを題材とした受賞作品である。 ライトノベルにおけるゲーム小説の草分け的な存在と言える。また、大賞ではなく辞典の金賞を受賞した作品だが、大賞の五霊投資、大木伝を差し置いて、ハードカバーの単行本として発売され、1997年に電撃文庫で文庫化された。ラジオドラマ化もされ、メディアワークス提供のラジオ番組、電撃大賞の第一弾。 電撃大賞クリスクロスが1994年10月からスタートし1995年3月まで続いた。また、同時期に電撃用市場にて読者参加型ゲーム化もされた。世界最大最速の電子頭脳、ギガンとこの最新のコンピュータが256人が同時接続できるゲーム、ダンジョントライアルとして公開された。 この一般死者に集まる人々。しかしこの公開には、限りなく、リアリティにこだわる、天才学者が関わっていた。彼が求めるリアルとは、本作はゲーム中の仮想現実世界、ダンジョントライアルを主な舞台としているため、登場人物もほぼ全てが、ゲーム内のキャラクターであり、プレイヤー自身の本名や経歴は、一切明かされない。また、 キャラクターの性別や要望、性格なども事前に自由に設定し演じることができるため必ずしもプレイヤー本来のものと一致するとは限らない。日本国内の大手電子機器メーカー数社が協力して作り上げた容量、速度ともに世界最大を誇る超度級のスーパーコンピューター。コードネームはギガント。発展途上国の追い上げに焦りを抱いた政府の テコ入れもあって予測をはるかに上回るシステムが出来上がりダンジョントライアルも含めてプロジェクトに関わった博士号取得者は3桁に上り費用は日本円で12桁に達したと言われる江崎慎一の発案によりギガントの一般への初公開のために開発された仮想現実型 RPG 世界最高のコンピュータをゲームに使うことに対する 批判はあったものの最先端技術を多くの人々に体感させる手段として疑願と開発当初から考えられていた一度に参加できるプレイヤーは256人まででプレイヤーは全方位モニターマスクとヘッドホン身体各所に電極が取り付けられるこの電極は各部筋肉の動きを感知する入力装置であると同時に電気的刺激により触覚や 通覚などの疑似感覚をプレイヤーに与える役目も持つ。この疑似感覚により、リアリティを持たせるため薬品と催眠術が併用されているが、これによりゲームの参加者は、メディカルチェックをクリアした18歳以上に限られる。また、技術的な問題で、味覚、重力や感性に対する、知覚力、嗅覚の3つは再現することができなかった。しかし、 それでもなお体験リポートをした記者からこれ以上を完璧にされては現実世界と仮想世界が区別できなくなる恐れがあると評されるほどのリアリティを持つただしその稼働に多くの人手と多大なコストを要することから一般への公開は後に開催される万国博覧会の半年間と本作の舞台となる一般試写会のみに限られるゲームのシナリオ自体は 迷宮の奥に潜む魔王、ギガントを倒すという、至ってシンプルな内容で、その他のシステムも、仮想現実の中で、プレイされることを除けば、おおむね一般的な RPG に準ずるものである。プレイヤーは4つの職業から1つを選び、迷宮の地下1階にランダムで配置され、そこから地下5階にある魔王の間を目指すことになる。プレイヤーたちはパーティーを組むことが可能で、 パーティーを組むと、パーティー仲間の攻撃対象から外れ、攻撃の際に巻き込まれて、ダメージを受けることがなくなる。パーティーはリーダーが承認するか死亡することによって、解消することができる。パーティーの人数には、上限がなく極端な話参加者、全員256人でパーティーを組むことも可能で、あるが、魔王の間には6人までしか入ることができないため、 この人数が基準となる。なお、このゲームに生き返りは存在せず、死亡はすなわちゲームオーバーを意味する。ダンジョントライアルでは、プレイヤーは、最初に、キャラクターの外見や、性別の設定とともに4つの職業から一つを、選ぶことになる。また、地下4階にある特別な回復の泉では、上級職に転職することができる。 それぞれの職業の特徴は一般的な RPG のものに準ずるが下記の通りである。ありがとうございます。